主戦。わ。ここはどこだ。これはさっきのステージの、そうそう、後半のここかな。うわ、なんか、雰囲気がすごい。静かで怖いわ。怖いですよ ね。このステージは、そうですね、ネロと V とどっちか選んでプレイするとこで。V 版の。ほう、V バージョン。V version, yeah baby. 英語っぽく発音するとスイッチが入る。そうそうそう。俺それしかないの。おお、うわやば。フロートなんですね。うわ。え、アンジェロアンジェロアンジェロ。おお。アンジェロ軍団ですね。Nice. Getting the band back together, huh?あ、すごい。What evil lurks? 前にもこんないたな。I must destroy. I thought that was the plan all along. スタイリッシュで。このステージごと滑り落ちていってる。面白いですね。ステージごと滑り落ちている。うわ、すごいです。ここはシェアのシングルプレイでマッチングされていた場合は、今これオフラインなんで、ネロは AI で動いてるんですが、マッチングされてた場合はネロは誰かがプレイしてるリアルタイムでプレイに行ってます。同等のボス戦になります。はい。じゃあちょっと V の続きを紹介します、はい、まずはですね、実は魔獣デビルトリガーというのがありまして、シャドウとグリフォンをまあ同時にやるの大変なんで、うん、L2 押しながら三角押すと、今シャドウが自動でデビルトリガーゲージ1個消費して、シャドウがその時間の間自動でこう攻撃するという、魔獣デビルトリガーって、同じように、L2 押しながら四角を一回押すと、今度はグリフォンが自動で攻撃してくれます。これどういうふうに使うかというとですね、まあ、2体の魔獣をコマンドでながら操作するのがなかなか大変なんで、最初は1体デビルトリガーで自動にやらせておいて、もう1体の操作に集中するみたいな使い方を最初してもらえるといいかなと。そしてね、今ね V が文をね読んでるんですね。わかりましたね。これ V のお国の刺繍を読んでるんですけど、これはR2 ボタンで、まさに技名ブックって言うて、はい、でも読めるんですか。R2 押してると読めます。ただ無防備なんで攻撃食らっちゃうんですけど、ただ歩きながら歩き読みもできるので、あ、読んでる。こんな状況で見れるってすごい余裕や。これ何かっていうと、デビルトリガーゲージがわーってゆっくりですけど溜まっていきます、間集中してんのかな。なので、まあ、自動で攻撃させてる間本を読むとか、V をとどめさす以外の時間は攻撃を、まあ、避けるか本を読むかみたいな感じでやってもらえるといいと思います。はい、そしてお待ちかね、3体目のナイトメアを、デビルトリガーゲージ3本消費してナイトメアを L1 ボタンで呼べます。空間を立ち割ってこうやって、ナイトメアこうやって自動で戦ってくれますので、まあ、切り札として使ってもらってもいいし、ピンチをこう脱出するために使ってもらってもいいかな。すごい。その代わりね、ナイトメアもやっぱり悪魔にとどめを刺すことはできないんで、こうやって、リザイン状態になった敵を、まあ、V2 で近づいてとどめさせる形。じゃあ今度はね、自動で戦うんじゃなくて、ちょっとナイトメア自分でも操作してみたいなっていう人のためにちょっと本読んでゲージ貯めてもらいますね。まずは本読んでゲージが貯まればいいんですか。読ませねえ。今珍しい状態でネロ今ダウンしてますね。あ、本当だ。やられちゃった。実際にリアルタイムでやってもネロはダウンしてる状態になります。あ、はい、ま
はい、お願いします。ナイトメアを読んだ上でナイトメアの近くに行ってもっぺんジャンプボタンを押すと、ジャンプで近づいてもっぺんジャンプボタンを押すと後ろに乗ることができます。乗るとナイトメアをそのまま操作できて、なんかその杖をねナイトメアに刺してあげてるんで、ナイトメアで直接とどめまでさせる。まあただナイトメア自体は無敵は無敵なんですけど、攻撃受けるとデビルトリガーゲージが代わりに減っていくので、使いどころにはちょっと注意しないと、今みたいに言うと割と早めにゲージ使い切っちゃうこともあるんですね。ただ割と自動で戦ってくれることとかも多いですけど、デビルトリガーゲージの残量に注意しながら戦っていくっていうのがまあ重要かも。その代わり強力ですよ、めちゃめちゃ強力です。あの普段だとなかなか撃ってくれない超巨大極太レーザーもあの自分の操作で出すことができたりしますんで、でおすすめはですね、あのシャドウとグリフォン2人とも、あ2匹とも、あ2体ともなんですけど、あの攻撃ボタンを溜めて離す技が両方ともなかなか強めなので、最初の人はどうやってコンボ組めばいいんだろうみたいな思うかもしれないですけど、どっちか1人溜めてて、今のねウニみたいにバッてトゲが広がったやつがあのシャドウの溜め攻撃なんですけども、どっちかで溜めてる間にどっちかのボタンを連打して攻撃するみたいな。これね慣れてくると親指一つで片方を溜めながら四角ボタンで溜めながら三角連打するとか、三角ボタン溜めながら四角連打するっていうのもね、一応指一本なんとかできるようになってくるので、まあまあ必ずそれをしろってわけじゃないですけど、溜め技をうまく使いながらやるとなかなか強力なんで、やってみてもらえばいいかなと。でもあくまでその敵キャラは部位を狙ってくるんですね。今ねずっと説明してる間 V があんまり攻撃しなかったんで、ネロがやられちゃったんですよね。AI のネロがやられちゃって今ネロがダウン状態になってるので、 V1 人しかいなくなったんで結構厳しめの戦いにはなっていますが、普通に戦ってればネロもだいぶ一緒に戦ってくれるので、もうこれでとどめさせてる状態ですね。おーはい、というところで画面の方を割っていただきまして、おー、